10月のプロ野球ドラフト会議で阪神タイガースから4位指名を受け入団が決まった智弁学園高校の前川右京選手が今日県庁で抱負を語りました。高校の制服姿で県庁を訪れた前川選手、入学した時から体重が15キロ増え、あらかじめ大きめに作ったという制服も今ではぴったりです。新井知事は制服を着ていても分かる前川選手の筋肉に感動、子どもの頃から阪神ファンだと明かしました。あなたが言って強い阪神が復活すると楽しみですよ、はい、高校通算37本のホームランを放つなどバッティングが期待される前川選手、プロでの目標は開幕一軍というところを、まあ、大きな目標として、まあ、最初に掲げて、やっぱ可能性がある限りはやっぱそれに向かってやっぱ突き進んでいきたいと思うので、可能性は作るものだから、はい、ぜひ自分で作るという気概でやってください、はい、前川選手は来年1月9日から兵庫県西宮市にある鳴尾浜球場で始まる阪神タイガースの新人合同自主トレでプロ野球選手として本格的なスタートを切ります。